皆さん、松野ちっけさんと新八丁さんが、まあ、見ての通りね、バチバチしてるじゃないですか。で、そこちょっと、あの、僕が思ったこととかを話します。で、松野ちっけさんは、じゃあ、なぜああやって、あの、自分の動画で、あの、新八丁をこの望みっていう子にね、あの、したことは最低じゃないかって。もう、ふざけんな、女をなめんな。いい加減にしろ。もう、ほんとこのクズが出せ。すごかったじゃないですか。じゃあ、なんでああいうことをしたのか、言ったのかっていうのは、まあ、すごい答えは簡単で、あの、 オーバーラップさせてるんだよね。あの、のぞみさんが、その、要は自分みたいな見方してるんだと思います。だから、まあ、松野ちっけさんは、まあ、新野町さんに、まあ、警察に突き出されたわけじゃないですか。まあ、松野ちくさんが悪呂をしてしまった。で、新野町さんが、まあ、怒って、いやお前ちょっとふざけんな警察に行ってこい、野町があるぞ、はもんだ。で、警察に行くこととか、その自分がね、やったなんか服を脱ごうとしたとか、なんか、ひわいの写真をさらそうとしたってことは、悪いって認めて、まあ、すいません。 野鳥さんの言う通りじゃあ警察行きますって受け入れたんだよね。でもやっぱその松野チックさんも後々ね、あの、これってなんかちょっとひどすぎないかってまあ冷静になって思ったんだろうね。まあちょガールズところに行くぐらいだから、まあすごいまあ大好きだったんだよね。だからまあ大きく見ている人、まあ尊敬できる人が新やっで、まあその人にねまあそういうふうに言われたりし、その自分もね、まあ不義理的なことをしてしまったから、まあ警察に、まあ 行くのは妥当だって、まあ、その時は思ったんだろうね。でも、後々やっぱ、なんか、果てのマークが、まあ、ね、点滅して、なんか、傍聴して、まあ、こういうふうになったと思います。それで、まあ、破門されて、要は、やっちょさんと、その、松野知家さん、ネガティブな関係性になったわけですが、で、松野知家さんも、そのね、自分も、あの、あんだけ一生懸命、その、やっちょを応援したのにとか、でこの思いは、 あの、どこ、ね、なんか、もうなかったことになってんのとか、なんか、もう書き消されちゃってるわけ。確かに私も良くなかったんだけど、でも、やっちょに、あの、応援したじゃない。私は本当に、やっちょのことが好きだったんだよっていう気持ちはあるわけなんですよ。でも、まあ、それ、まあ、そういうね、だから、もやもやとか、まあ、ネガティブとか、まあ、いろんな、なんか、まあ、どっちかつと,とね、マイナスの、あの、ベクトルの思いを抱えながら、あの、波紋された後も、やっちょさんの、ね、その、動画とか、 見続けてるわけですよ。それで、その、最近のネッょさんが、あの、女性を、あの、痛めつけてるんだよね、結果的にね。<laughs> まあ、そのね、のぞみさんって人と、そのネッょさんがどっちが悪いとか、まあ、そういうところは、まあ、僕は分かんないです、正直。まあ、どっちにも悪いところがあったんじゃないのかな、とか。まあ、男と女らしい、人と人だから、その、ちょっとしたさ、なんか、あの、言葉の、なんか、行き違いとか、ね、その、気品にさ、 大きく期待しちゃって、でも実際はね、その期待とその帰りがあったとかでやっぱ男と女なんでそうなるもんじゃないですか。で、まあ、さらすだろうなんだろうっつって、で、まあ、やつさんにも言い分があるんだろうね。で、のぞみさんって人も、まあ、まあ、どっちもどっちじゃないのかなって思いますけどね、僕はその、マクロで見てる感じはね。で、そこに対して、要は、まあ、そのチックさんは、あの、あれを見て、あの、 の,のぞみさんよりになったんだよね、完璧。だからそれは、さっきも言ったように、あの、松野ちっけさんは、その、望ぞみイコール自分っていう見方をしてるんだよね。それが、あの、無意識なのか、その自覚はあんのかないのかわかんないけど、ま、そういう見方をしたと思います。だから、その、自分が傷つけられてるっていう気持ちになって、あのふざけんじゃねえって。で、あの、で、もしもだ、ね、よ、あの、仮に松野ちっけさんが、まだやっちょガールズで、それこそさ、のぞみさんとのバチバチが、 ある前日とかに、やっさんとの関係が良好でね、ライブを楽しみに行ったりとか、一緒にお酒を飲んだりとか、一緒に配信をしたりとか、ポジティブな中であれば、その、同じね、あの、新やっち望みのバトルがあったとしても、ああいう動画出さなかった、出さなかったと思うんだよね。要は、ね、自分と新やっの関係がネガティブだったから、ああいう動画を出した。別にね、新やっちょ松の実家が、こうやって、こういうね、いい関係だったら、 あの、新八丁望みでバチバチしててもああいうとこ出せなかったし、まあ、八丁にもね、いいところもあれば悪いところもあって、まあ、こういうトラブルはなるべく起こしてほしくないよね、ぐらいで済んだと思うんですよ。で、その、今さらやってもしょうがないけど、その、松野実家さんは、まあ、新八丁望みの件で、結構さ、ミクロで見てさ、それをさ、意見でさ、ああだの、こうだのって言って、それがなんか、間違った情報とかを、ね、 ぶっ放しちゃって、やっちょさんに突っ込まれて、お前はバカだとか言われて、またバチバチしてるわけじゃないですか。でさ、まあ、今さら、まあ、しょうがないけど、松野湿気さんは、まあ、そこをさ、あの、ね、近くで見てどうこう言うんじゃなくて、自分の素直な気持ちを言えばよかったんじゃないの自分と新やっちょの、その、二年生で言えばよかったんじゃないだからそこにの、望みはいらないの。望みも彼も若槻も,も,もいらなくて、私は、あの、やっちょを、 こう思っていて、あの、こういう風に見ていて、あの、すごいポジティブだった。だから、ヤッチガールズに入った。で、まあ、こういうことをしてしまった。で、そこで、新ヤッは私にこういうことをあ、行動を取らせた。そこに、私はちょっと不服がある。とか、なんか、だから、その、新ヤッと、その、自分だけのやりとりだけを、あの、で、その、意見言った方がいいと思うんだよね。その、 うん。要はさ、その深夜八丁望みでさ、バチバチしてるところを、要は自分が望みに加担するぜみたいな形でさ、言ったじゃん。それはね、ちょっと得策ではないなと思うんでね。とにかく、うん。もっと素直にさ、なんか、なんかピュアに言ったほがいいんじゃない本当は私は深夜丁と、あの、こんな波紋とか警察に突き出されるなんていうのは、本当に望んでなかったし、私は悲しかった。 で今となってはもう新野鳥がいろんな女性を傷つけていて私も正直もう見てらんない新野鳥ってあのこんな人だと思ってなかったいやむしろ私の知ってる新野鳥はもっとかっこよかった優しかったとかできればあの頃には戻りたい八丁ガールズになるって決めた時は本当になんか新野鳥を尊敬していたリスペクトしていたとかなんか すごい優しかった。だから私はやっかずになった。でもやっぱ、私にしたあのことは本当に許せないし、納得できない。でも、私はもう波紋になっちゃった。で、私は新野町とこうなりたい、こうしていきたいとか、そういうふうになんか自分の思いをストレートに言った方が、なんか見てる側としては気持ちいいなって思うんですよね。ただ、この女性のさ、なんか特有の性格としてさ、 女同士でさ、こうやって、群れるんだよね。だから、女ってその、単体ではさ、やんないわけよ。やっぱその仲間を作ってさ、同盟組んでやるっていう性質があるから、そればっかりは、ま、男と女でさ、まあ、ね、あの、生き物としての性質が違うから、言ってもしょうがないのかなって思うけど、つばには結構一人でさ、戦ってるじゃんね。<laughs> ひたすらいろんな人の、なんか、良くないところを取り上げて悲観してさ、ね、あんぐらいなんか、立派にたくましくなればって思う、思うけどね。 で先日なんか、新八丁さんを結構最前列で応援しているそのリスナーの人は、まあ僕も見たことある人、スパチャーとかしてる人が、向こうから DM くれたんだよね。ちなみに僕はその新八丁さんのリスナーに自分から DM するとか絡みに行くってことは、まあ基本しないようにしてるんですよね。で、向こうから来て、ちょっとやりとりしてたから、ちょっと質問して、まあ本人もね、あの、名前さえ伏せれば内容は晒していいって言ったんで、ちょっと晒します。で、新八丁があまりにも女性を痛めつきすぎて、あれやばくない え、動画に出そうと思ったが、気乗りしないは、法的には大丈夫だと思うんだけど、でまあ、この人に問いかけたら、えー、エミタルちゃんのことですか自称彼女のことですか両方だと思うけど、一般常識的に考えたらひどいですよね。<laughs> ひどいよね。深 <laughs> 夜中の怪奇的な行動は目に余りますね。みんな同じように思っていると思う。しかし、注意しても聞く耳を持ってくれないので、 え、正直悩んでいます。え、やっちょも、え、連日現場に出たり、えみたろちゃんがいたり、案件抱えて動き回っているみたいで眠れないみたいです。アドレナリンって、アドレナリン出まくってると思います。心の余裕があれば落ち着くかもしれません。心配がつきません。お母さんみたいになっちゃったよね <laughs>。やっちょの非常識さは、 個性だから、本当に研究したくないですよね。とか。あ、これをね、面白かった。新八丁は、その、前は優しいイメージだったのに、休憩したのは八丁が手帳をもらう前後からかなって。手帳をもらう前後までは、八丁さんは優しかったって、この人は思って言ってるんだよね。まあ、それ、あの、真実だと思うんだよね。だから、ちっけさんが八丁さんを好きになって ていた時とか絡み始めた期間時期っていうのは手帳をもらう前後にもっと手前だったからそこのやっちょでなんだよねでも今が変わっちゃったからあのあってギクシャクしてるんだろうねきっとねお酒飲まないやっちょが外配信で歩きながらストロング飲んでみたり捕まったり困ってます <laughs> 薬を飲み出しての気がするのとか 深夜長は1から10まで敬意を全部伝えたい人だから、さらしちゃう人なの。普通はダメなことだけど、普通の人じゃないし <laughs>。普通の人じゃないしってあれでしょ褒め言葉だよね。その、あの、プロフェッショナルってことを言ってるんだよね。配信者として。えー、本人普通ではないことに、羞恥心や迷いがないから平気なんですよってこいつ。 死にやっちょ容認しすぎじゃないかこれちょっと。まあ、好きだからもうこうなるんだろうね。ってことがあって。あとね、ミズニャンのこともね、この人触れてたね。ミズニャンはやっちょをディスしたり否定から入る。ラファエルさんはやっちょを見たまま感じたままをうまくオブラウトに包んでくれるあたりが優しいです。ミズニャンは昔からやっちょに対して悪質です。 あれ、本当にあれ、水くそっていうさ、あの、ね悪口がさ、もう、リアルじゃんね。本当に水くそなんだね、根、ね、っからね。やっちは我慢してるというか、勝手にやっとけというスタンスから、水にゃんはやっちょとの関係はトムとジェリーだと思います。あ、言いますか。え、水にゃんはやっちょネタに生き、ミズ <laughs> 水にゃんはやっちょネタに生きてきた人だから、やっちょやらかしたら笑顔で生き生き、 して配信するよって。これ本当に水草なんだね。ミズニャンは、の黒歴史は、13歳未成年引行の事件が有名だねって。本当はあれ、水草なんだね。え、ミズニャンは、え、統一協会か幸福の価格かなんか、宗教絡みで、え、YouTube のチャンネル登録者数を集めたって聞いたことがある。不確かだけど、 で、実際は、えー、動画、ほぼ見てない、幽霊登録者ばかりですよね。ってね、ほにこれ、水なんて、あの、つばにゃんが言うように、水、水草なんだね。別に俺、彼のに対してさ、なんか別に、ネガティブな感情抱いてないけどね。ただ、あの、たくさんの登録者がいて、有名なあるには、全然、あの、自分の YouTube 動画もさ、やっちょさんと絡んでいても、面白くないなとは、思ってるけど、ってことですね。ま、あ。ね。 今日はね、こんな感じで終わりにいたします。ではどうもありがとうございました。